はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は青銅の果実について、まあ深くお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあ一応2500万 DL の方でいろいろとお話ししてきたんですが、まあ結構神アップデートとなってるんで、まあ単体で動画作っていいかなと思ったんで、この動画撮っております。はい、ということで青銅の果実ですね。まあ一応下側に苗木交換っていうのがついているんですが、まあこの苗木交換を押すことによって、この青銅の苗木を使って青銅の果実を交換することができるという形になっております。はい、でまあこれに関してなんですが、ショップ、そうですね、ショップの方で青銅の苗木を交換っていうのがあったりするので、まあとりあえずまあこれを使っていけばいいかなと思っているんですが、まあ、この青銅の苗木何がいいかっていうと、ボックスイベント等で、まあ、使うことができる、まあ、ストックさせることができるリンゴっていうのでめちゃくちゃ熱いです。はい、でまあ一応運営の層からすると、まあ、ストーリーやりまくってなんか AP めちゃくちゃ溢れちゃった、その人のために使ってみたいな感じなんですが、まあ、2部6章まで行ってる人からすると、まあ、正直ね、もうこれストックできる用のプラスやんみたいな形になってるんで、ちょっと運用の幅が始めたばっかの人と今やってる人とは違ったりはするんですが、今やってる人からすると相当プラスな要素となっております。はい、でまあ一応ねストーリー全部進めていると1300個の苗木が入手できるという形になっているんですが、これ何がいいかっていうと、まあさっきもお話しした通り、まあボックスイベントとかレイド戦とかそこら辺まで温存することができるっていうのが結構な強みになってるね。はい、まあ今普通にね AP40 余ってるということで、これ1個交換することによって苗木が1個減った代わりに、まあ AP40 消費されて青銅の果実というものが出来上がってるという形になっているんですが、これ1個でまあ実質ボックスイベント1周なんですよ。はい、で3個使うことによって、まあ霊装のプラス12編成とかにしておくと、まあ1箱開けることができます。はい、ってことを考えたら、このね青銅のリンゴに関しては、青銅の果実に関しては、今後もある程度余裕があるんだったら作り続けるっていうのは結構大事になってくるかなと思います。はい、なんかまあ一応虚無期間、まあ実質今回のまあ2500万 DL に関してなんですが、まあストーリー終わってない人はストーリー進める、でまあ育成終わってない人は育成する、でイベント終わってない人はイベントするという形になっているんですが、まあ全部もうある程度終わっちゃってるっていう方からすると、まあ実質フレンドポイントを回すだけの1週間という形になります。ってなったら、正直 AP 消費せずにこの青銅の果実を100個ぐらい作っておけば、まあ 40×100 で4万 AP を入手することが可能となるって考えたら、まあめちゃくちゃでかいよね。まあ普通の AP40 のクエストを100周することができるってなったら、やっぱプラスになるかなと個人的に思ったりしてるんで、このまあ実質虚無期間だけど、まあ虚無期間じゃないんだけど虚無期間だなと思ってる人に関しては、今のうちからある程度青銅の果実作り始めるっていうのは結構重要になってくるんじゃないかなと思います。はい、まあ、今後のボックスイベントとかそこら辺を踏まえた上で作っていくっていう形ですね。でまあボックスイベントに関しては10月か9月ぐらいかなにある、かつまあ一応水着の復刻とか来た際に宝箱イベントがあるってなったら、今から貯めれば多分だけど、まあ50個ぐらいは作ることが可能になるのかなとか思ったりするんで、なんかそのことを踏まえていろいろある程度銅の青銅の果実ですね、作っていくっていうのは大事になるんじゃないかなと思います。この青銅の果実なんですが、苗木がないと作ることができません。はい、でまあ 6.5 章クリアすると多分苗木入手することが可能になるかなと思うんですが、まあイベントとかで配布されない限り、まあ実質もう1300個しかないんですよ。はい、でまあ1300×40、まあ、やったらまあ5万2000かなぐらいの AP が入手できるという形になるんで、まあ、AP40 のやつ、まあ、1300周分ぐらい集めることはできるんですが、使えば使うほど、
まあこの青銅の苗木の価値が相対的に上がっていくという形になっていくんで、使いすぎに関してはある程度注意しといた方がいいかなと思います。で、まあ銅のリンゴをまあ今のうちに青銅の果実に変えておこうとか、まあ石俺いっぱい食えるから、まあストックとしてまあ今の AP とかなんか石砕いて青銅の果実にしよっかなっていうまあ意見もちらほらあったりはするんですが、それって実質あのコストパフォーマンス悪いんですよ。はい、だって AP 回復して青銅のやつに変えたところで、まあ結局あれ今溢れてるから変える、ストックするでコスパがいいのに、自分から溢れさせちゃったらコスパ悪いよねという形になるので、まあそのことを考えたらそういうので AP 換算していろいろやっていくっていうのはまあ個人的にあまりおすすめしないんで、まあある程度時間が経って、あ今日 AP 消費するの忘れてたな、あー使うのめんどくせえな、よし果実に変えとこうみたいな形で使っていくっていうのが一番いいかなと思います。はい、いやけどこれねめちゃくちゃ熱い、本当に熱いです。仮にもう今からねイベント以外もう一切周回しないですってなったら、多分1日にまあ 5,6 個作れると思うんですよ。はい、まあ AP の最大値が少ない人からするとそこまで作れないっていうのがあるかもしれないんですが、まあやっぱある程度160になってる人からすると144の AP があって、でそれをまあ1日3つずつとか作っていくだけで、まあその分ボックスイベント、レイド戦、水着の宝箱イベント周回することができる、美味しいイベントを周回することができるってなった際にフリークエストとかを回るよりも圧倒的にコストパフォーマンスがいいという形になるので、まあ基本 AP このやつ貯蔵できる方に関してはまあゆっくりでもいいんで貯蔵していくっていうのが大事になってくるんじゃないかなと思います。はい、で逆にねなんかもったいないもったいないで使わないとなんか余って結局大事な場面で使えない、ボックスイベント周回しないといけないのに青銅の果実まだ1200個も残ってる、あ違うわ、青銅の苗木1200個も残ってるってなったら AP40 に換算する暇が全く持ってないという形になるんで、基本これはエリクサー病だなとかそういうのを関係なしでガンガンなんかある程度使っていく、まあ下手し半分ぐらいはもう使っていいのかなとか思ったりしてるんで、半分ぐらいまではがっつり使って、それ以降はちょっと臨機応変に AP 消費とかを考えて使っていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、いやーけど運営マジでありがたいね。まあ欲を言うんだったらね、1週間に1個ぐらい金リンゴを作れるようにしてくれっていうのがあったりするんですが、まあやっぱり虚無期間別のゲームしたいとかあったりする、あとは虚無期間じゃないけど夜勤とか忙しいとか仕事忙しいとか学校でまあテストがあるってなった時に、うわー周回したい AP 溢れさせたくないっていう思いを今回リンゴに変えることとかができたりするんで、まあ今回のこのアップデートに関してはめちゃくちゃ神になってるんじゃないかなと思ったりしております。はい、ただまあ個数がね限られてるんで、まあストーリー終わったら速攻配布するとか、まあイベントでなんか10個でもいいんで毎回毎回配布してくれると、その分ね青銅の果実作りやすくなるという形になるから、何らかしらイベントとかでも配布してくる、今後配布してくれると個人的には嬉しいなっていう形かな。はい、これに関してはどちらかっていうと願望です。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.